ドラムサークルとは世界の打楽器を使った即興演奏。他の楽器やダンス、歌が組み込まれることもある。打楽器はほとんどの文化において最初に作られた楽器である。人類は古今東西で集まり和になって打楽器その他の楽器の演奏、歌、踊り等を行ってきた。それを現代社会にマッチしたものに再編成し、 様々な場面で活用しているのがドラムサークルと考えられている。ドラムサークルのポイントは練習して人前でパフォーマンスする、聞いてもらうことではなく練習せずにその場で全員が演奏する、基本的に聴衆がいないことであろう。また、間違い、失敗がないこともドラムサークルの特徴とされる。欧米では主にドラムサークルは3つのタイプで発達してきた。 ファシリテーテッドドラムサークル、ファシリテーターという案内役のガイドにより行われる。最大の特徴は、参加者は、ドラムを習うためではなく、楽しむため、または、体験するために参加すること。ファシリテーターは、インザモーメント、今、ここの音楽を演奏する、要参加者を促し、参加者の間の、つながりや、コミュニケーションを強化する。楽器は、民族楽器に限らず、メーカー品。 リサイクル楽器、ファウンドサウンドと呼ばれる、身近な音の出るもの、ボディーパーカッションその他、様々なものが使われる。アーサー・ハルは、ファシリテーテッドドラムサークルの生みの親として、ドラムサークルの父と呼ばれている。特定文化、ドラムサークルある、特定文化のリズムの組み合わせについてのある程度の、知識やスキルのあるドラマーたちが集まって行う、ドラムサークル。 特定文化の特定リズムのルールに従って演奏されることが多い。また、その文化で実際に使われている伝統的な楽器が使われる参加者のうちの誰か、またはティーチャーやパフォーマーがリードすることもある。アナーキードラムサークルリーダーシップや介入なく行われる自然発生的ドラムサークル。スタートやストップも有機的でうまく次の曲に移行する場合もあれば勢いを失って 自然消滅することもある。聞く、能力、即興能力、ある程度のルールの自然形成が演奏成功の鍵となる。この分類は近代ドラムサークルの父、アーサー・ハルによるものである。音楽イベント、フェスティバル、コンサート福祉、教育、医療、心理関係企業研修精神世界、オーガニックオルタナティブローファス関連その他、ドラムサークルファシリテーターになるには、 トレーニングを受けることが望ましい。世界中で様々な DC ファシリテータートレーニングや研修が行われているが、以下は代表的なもの、DC ファシリテータートレーニングの受講後、各種補足的ワークショップを受けることが推奨されている。国際認定資格、ダシ f がファシリテーターの認定制度を行っている。認定されたファシリテーターを、スチュミレーティブファシリテーターと呼ぶ。 ありがとうございます。